さあ、知床遠征最後の行程、札幌へと帰るドライブでございます。目満別空港に立ち寄ってね、ここからいよいよ本格的に帰らせていただきます。だいたいここから6時間ぐらいかな。思ったよりも長いっすね。このビフォロパイパスから一気に北見市街地、市街地は行かねえや、北見市へ向かわせていただきます。今度は間違いないからな、北見町じゃねえからな、北見市だからな。うん、まで来た道なん、来た道を帰るだけなんだから、そんな面白いネタがあるわけでもないです。まあ、とりあえず、ね、せっかくだし、ちょっとここでルミナスタジオの現在の状況についてお話ししておきましょうか。結構ね、深刻な事態でもありますんで。まあ何かっていうとね、ちょっと今進捗が振るわないような状態なんです。大体今年の6月頃からでしょうかね、ルミナスタジオの動画の視聴回数と再生時間数が一気に半減してしまったんです。まあ皆さん、鋭い方は気づいていらっしゃると思います。原因は何なのかっていうと、チャンネル登録者外からの流入、あなたへのおすすめって動画の右裏側にあるじゃないですか。そちらの部分から入ってくるユーザー層がかなり減ったんですね。じゃあなんで減ったのかっていうと、チャンネルのその作品の傾向と現在の YouTube のトレンドがあんまり合っていないんじゃないのかっていうのがそこから予想できるんですね。なんで合わなくなったのかっていうと、もうお分かりですね。バーチャル YouTuber の人気です。だから俺もね、6月か7月くらいからバーチャル YouTuber を始めているんですけども、まあそれは理由の一つです。ただこういう状況になってしまった以上、ルミナスタジオのコンテンツが現在のトレンドに合わないということは、プロモーションにもならないというわけなんですよ。となると、いろいろな手を打つ必要があります。その中の一つとして、主力作品であるルミナスタジオシリーズ本編のポジションをちょっと考え直す必要があります。だからといってルミナスダイアリーを最終回にするわけではありません。いつまでも主力作品ですからね、あれは。ただ、現在の方針に合わないということは大きな改革が必要という意味でもあります。じゃあどういうふうに改革するのか。ルミナスタジオの公式サイトをご覧いただいている方はね、ちょっと分かっていると思うんですけども、ルミナスダイアリーシリーズ AR ビデオブログって書いてあるんですよ。なんとかしてバーチャルを駆使し、バーチャルとリアルを掛け合わせて、新しいビデオブログにできないのかっていうのをちょっと模索する必要があると思います。一番いいバーチャル YouTuber、 俺のバーチャル YouTuber コンテンツはまさにその前座みたいなもんです。要するに研究コンテンツのようなもんです。これがうまくいけばルミナス AI シリーズ本編に逆輸入して新しい何かを作れるんじゃないのかっていう思っているわけです。だからね、ユニティを勉強し始めてるわけですよ。もうその気になればあんまり合わないんだったら、いやね、アンリアルエンジンでも勉強すればいいんだ。まあそういうなんか意欲が出てきたっていうと、あとはね、チャンネルの危機っていうかね、問題も抱えているんで、ちょっと本気でやっていかないといけないなと思った次第です。まあそんな話をしていたら、エンガル町に到着いたしました。いやー、長かった。だいたい2時間ぐらい走ったんか、これで。2時間ぐらいは走ったでしょう。高速道路ね、工事現場も見えてきました。もうすぐ遠軽瀬戸瀬でしょう。長えな。改めて長えな。あ、さあ、久しぶりに左に曲がるぞ。久しぶりに左に曲がって、遠軽瀬戸瀬インターが見えてきます。
結構ねトラック走ってんだ。やっぱ国道ですからね。いやー、ようやくだ、ようやくだ。ここでいよいよ上川門別道に突入でございます。ようやくねアクセルから足を離せます。なんで離せるのかって、オートクルーズでございますよ。いやー、オートクルーズはいいぞ。うん、この後まっすぐ走ればいいだけですからね。本当に話すことねえな。そう、本当に話すことがないんで、この高速道路のシーンはほぼね早送りでカットさせていただきましょう。でもちょっとだけ、一個だけちょっとね寄っておきたいところがありますんで、そこだけちょっとカットしないでいきましょうか。そう、休憩の時間でございます。ね、結構ね長く走ってるとね休憩は必要ですね。眠くなったりね、さっきからねちょっとあの車線はみ出しそうになってるっていうところもありますから。はい、奥白滝でございます。ここもねまだ遠軽町ですね。遠軽町の中にあるみたいです。さあ到着でございます。ね、ここサービスエリアっていう扱いなんですけど、道の駅っていう扱いでもあるらしいです。西に進みます。およそ100メートル先、休憩だ休憩。左方向入り口です。いやー、それにしてもね大雪山国立公園の近辺はねなかなか色づいております。いい紅葉でございます。ちなみに俺も紅葉です。そしてね巡業する自衛官の休憩場でもありますね、ここは。まあ、サービスエリアつってもそんなに大きいものではありません。ですが、道の駅としての機能はしっかりと備わっています。そしてね、こっから見る景色がなかなかなんですよ。いやー、いい景色ですね。山もね、結構色づいております。10月あたりなんですけどもね。さあ、しっかり休憩を取ったらね、また高速道路に戻りましょう。まあ、もちろんここもカットなんですけどもね。ね、上川も通り過ぎて、あとは、ね、キノコのあれも、キノコのあれって言っちまった。キノコの街も越えてね、ピップへ向かいましょう。あー、ピップへ到着でございます。さあ、ピップジャンクションに入って、道央自動車道へ戻りましょう。道中ちょっと雨降ってましたけどもね。いやー、あとここまで来れば余裕でしょう。まっすぐ走るだけ、まっすぐ走るだけ。いかがでしたでしょうか。これにて知床遠征3回目完結でございます。ルミナスアイル本編とバーチャル YouTuber 会両方合わせてやってみましたけども、個人的には結構楽しかったものです。こんな感じでルミナスタジオのコンテンツちょっといろいろと見直していこうと思います。ちょっと VR 回多くなるかもしれませんけども、引き続きよろしくお願いいたします。